はい、こんにちは。今日はですね、この間から概要欄の方に書いているんですけれども、京都市の文化芸術活動緊急奨励金というのがありまして、そちらの方で、採択していただきまして、私のこの動画とかに撮影する動画とかを撮影する機材が、購入できるようになりまして、実際購入しました。で、この今カメラを使ってるんですけれども、これ、実は 4K で撮っております。ちょっと面白い機能があったりとかして、こうすると周りが見れるというかね、そんな機能もついてたりします。で、こういうカメラを使って、いろんなところに出ていって見ようかなとも考えてますし、新たな広がることができたらいいなと思っております。で、今回はですね、その新しい、このしかもこれ広角なんですよね。前のカメラよりかだいぶ広角です。広く撮れてます。ですので、実際この姉妹をここで待ってみて、どれくらいの感じで撮れるのかなと、お試しといえばお試しです。そんな、動画を撮ってみたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。広く広角に撮れる、そして画素数といいますか、4K で撮れるということで、今までよりも画像が良くなったと思います。ただそれだけということなんですけれども、それでも少し面白いことができるんじゃないかなと思っておりますので、また今後ともよろしくお願いします。今回はこんな感じでした。